ハロー YouTube、 速解塾の子です。今日はね、紹介したい YouTuber さんがまたいるんですよ。これがね、レベルアップさんっていうんですけどもね、レベルアップ YouTube チャンネル。これね、どんな YouTube チャンネルなのかというと、まず特徴的なのは、あのロールプレイングゲームのね、黒字に白いあのセリフみたいなコマンドみたいなのあるじゃないですか。あれがね、サムネイルになってるんですよ。で、私が確認したところ、チャンネル登録者数は69人です。で、これね、チャンネル登録の人数がどうかでないんですよ。あの、チャンネル登録2人の時にね、動画を出してるのが、これがね、すごく魅力的なんですよ。これ私ね、あの、レベルアップさんの動画を何本か見たんですけども、この動画いいなと思いました。その中でちょっとね、記憶に残ったセリフとかを お伝えしながら、このレベルアップさんっていうのが、どれほどね、これから、急上昇していくのか、それを私がね、もう全面的に応援したいなと思うところ、これをね、お話していこうかと思うんですよ。だから、動画概要欄から、まずね、レベルアップチャンネルを登録してから、それから続きを見てください。よろしいですか？登録しましたね。で、ちょっとね、ペーパー書いてます。まずね、与沢翼さんとかの動画に結構ね、影響を受けてるらしいんですよ。センスがいい。で、前澤社長って名前も出てきましたね。当然ですけども、堀江貴文さんね、堀江も、こういうのもしっかりと見て学んで、あ、すごい人だなっていうふうに、きちんとね、正しい人にこう関心を寄せるというかね、そういうところができてるんじゃないかなと。その同じ系列として私の動画を見てくださってるんですよね。これね、嬉しいですよ。レベルアップさん、なんかね、私のトークとかが参考になるというふうなことも言ってくださったりとか、あのレベルアップさんのことを私がね、認識した時にすぐにね、レベルアップさんに動画を撮ったんですよ。で、それに対して、あ、早く行動しないとっていう風に感じてくださってるところ、素晴らしいと思います。で、この動画の中で語ってる皆さんにもね、学んでほしいところなんですけども、こう私が言うのはちょっと失礼かもしれませんけども、レベルアップさんが言うにはですよ、俺はどうしようもないやつなんだと。どうしようもないところを晒して生きてるんだ。でも俺のことを笑うのはいいぞと。今に見てるよと。俺は大物になってやるんだということなんですよ。で、どんなやつでもビッグになれる夢を語っていいんだよってことを、彼はね、身をもって表現してくれてるんですよ。まだ21歳ですよ。今大学受験してる最中だったかな、ちょっとすいません、年齢とかは分かりませんけど、すいません、21歳っていうのは間違いかもしれませんけども、あのなんか大阪の高校出ていて、その高校は今ねなくなってるらしいんですよ。で、こういうエピソードもなんかレベルアップさんの、なんか人生背景にものすごくね、なんかねマッチしてるっていうかね、ちょっと一部かね、悲しみというか哀愁があるんですけども、いや、なんかね、あの生き様見せてくれてるなっていう風なね、男気あるなみたいな感じです。で、トークもなかなか滑らかで面白いですね。で、なんか結構顔もイケメンで、あの帽子がよく似合っててね、で、部屋のアンバランスさと、なんかいい味出してるなって感じです。それで結構編集したりね、字幕つけたりとか効果音つけたりしてるんですよ。私の場合は全然ノーテロップでノー編集なんですよね。プロダクトローンチみたいなセールス動画を作るときはかなり緻密に作ってて予算かけたんですけども、ああいうプロみたいな動画とかは私はもうね、やらないんですよ。まあ内容さえ良ければいいかなと思ってるんで。でもレベルアップさんみたいにきちんと一つ一つのことにね、挑戦して表現してるのは、これはね、素晴らしいと思います。必ずチャンネルがね、急成長すると思いますよ。あの、二人のチャンネルだっていうふうにおどけてらっしゃった時から、今69人でしょ。で、動画をいろいろ見ながら、私のところにたどり着いてくれました。で、私はね、40歳まで冴えない人生でしたよ、レベルアップさん。40歳まで借金だらけでした。大学も出たんですけども、大学出たってことを活かせたことは一回もありません。で、40になって独身で借金3500万になって、経営してた麻雀店は万年赤字というね、そんな状態だったんですけども、40歳からその YouTube をはじめとするインターネットを使ったね、あのビジネスってものをやりだしたことによって、速稼塾っていうすぐ稼ぐ塾っていうものをね、成功させることができたんですよ。で、あれから7年なんですけども、借金は最初の3年で全て完済して、残りの3年で税金を払って、それで家を一括で買いました。2800万ですかね。で、それ以来私はいわゆる勤務ってものをせずに、この自宅から YouTube を発信するだけで暮らしていけてます。で、収入源っていうのは別にこの YouTube でね、バンバン物を売ったりしてるわけじゃなくて、もう完全にね、金利とか利回りなんですよ。まあ、ですので、ある意味ね、あのドロップアウトといいますか、リタイアしてるような形で、大贅沢しなければまあまあこれからやっていけるかなってところで、去年ね、やっと子供が生まれて、今10ヶ月ということでございます。結婚したのは43歳で、それまで全然モテなかったんで、まあ独り身でいいかなと思ってね、夜な夜な飲みに歩くような30代でしたけども、まあおかげさまでね、40過ぎて、まあ私の好みのね、
若い女の子に出会って、まあ、2週間ぐらいで結婚の約束ができてね、トントン拍子に結婚して、それから今幸せに家庭を暮らしてます。本当に24時間家にいますんで、あの奥さんもね、一緒に過ごせて一日中いますし、愛する人と共に時間を過ごすのっていいなと思います。で、レベルアップさんの動画で何をね皆さんに伝えたいかってことなんですけども、一つはこういうところからでも、私ももうね借金だらけの底辺だったと思いますよ。底辺で中年でしたよ。レベルアップさんよりも状態悪かったと思います。でもおかげさんで今みたいな暮らしを手に入れて、 YouTube の方もおかげさまで順調にチャンネル登録者数1万人超えてね、いろいろとチャレンジさせてもらってますし、 Google の方から招待もいただいて本社の方に行くようになっております。ただね、感染症でちょっと行けないんですけどね。で、やっぱりレベルアップさんは自分がこうなることで多くの人にね、自分でもできるんじゃないかなっていう勇気を与えたいっていう気持ち、これ私すごく共感するんですよ。私と同じなんですよ、そういう意味では。こういうところからこういうところまで来たからみんなできるんだよ、頑張れよ、普通の人でも金持ちになれるんだみたいなね、夢を叶えていいんだよとか、希望を持っていいんだよってことをね、やっぱ伝えていく人がまだまだ少ないんでね、増えていくといいなっていう時にレベルアップさんに出会ったんでよかったと思います。で、そのチャンネル登録者数が2人の時に、この人がね、このレベルアップさんが言われてたのは、この人じゃなくてねすいません、レベルアップさんが言われてたのは、私には行動する力があるんだって言われてましたね。で、まさにその通りなんですよ。いろんなアイディアがあっても行動しなければないのと一緒で、行動するからこそそこにねついてくる人もいるし、反面に回る人もいて、やっと世界が回り始めるんですよね。まあ、私がね、今朝あるコメントを、ちょっと反感的なコメントをいただいてね、それに対して対応する動画を撮りまして、そういうこともあったんですけども、レベルアップさんもね、これからチャンネル登録者数さんが増えていったりとか、再生数が増えるときにいろんなコメント書かれてるんですけども、ぜひね、くじけないでほしいと思います。自分のことを正直にまっすぐ伝えれる方、そういう風な強さを持った方っていうのは本当に貴重なんですよ。ですので、ね、私がねついていますんで、これからビビらずにねやっていただきたいと思いますし、まあビビってないと思いますけどね。で、最後になりますけども、このレベルアップさんのすごいところは、チャンネル登録者数が少ないのに再生数がむちゃくちゃ多いってことなんですよ。なんか1万回転とかあるんですよ。だからね、ここにこのレベルアップさんの不動の潜在力を私は保証しますね。絶対にビッグになると思います。まあ1年やってみてください。動画もうね、考えられないとこ行きますよ。それは私もね、大いに保証して、差し上げますんで、ネットビジネス歴、8年で、底辺からまさにね、浮上した私、速稼塾の久保、そして3年で1億3800万以上稼いで、塾生、速稼塾塾生は1000人以上、全国47都道府県、そしてね、世界14カ国、アメリカ8州にわたって生徒さんがいらっしゃるという、ここまで言わせていただきましたけども、この私の見識を持って言います、レベルアップさんビッグになります。おめでとうございます。もう確定です。その代わり、確定したんで行動をね、忘れないようにしてくださいね、行動を。はい、よろしかったらね、この動画見てる速稼塾塾生さん、その他私の視聴者さん、レベルアップさんに応援動画を作ってくださると私は非常にね嬉しいなと思います。なぜならその応援動画がレベルアップさんをどん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 その気にさせるからなんですよね。ということで、いってらっしゃい。